思議な幻想郷 TOD リローデッド。そうなんだ。じゃあこの可愛らしい人形は何に使うものなのかしら。それは外の世界で使われる弾幕訓練用のおもちゃだね。小さいガラス玉を弾幕の代わりに飛ばし合うものだよ。特別な能力がない人でも弾幕遊びをすることができるらしい。外の世界の人たちも弾幕ごっこをするのね。さっきから何をずっと眺めているの？これは僕の大事なお宝さ。今日のように雷雨のひどい日ほど美しく輝く秘宝、ゴールドスフィア。ゴールドスフィア。どうしたんだい？これは商品じゃないよ。僕の大切な金の玉だ。勝手に触らないでくれ。見せて。いや、ね、やめたまえ。よく見せてよ。ね。僕の大事な玉が、金の玉が、うわっ！
丈夫？凛之助さん？ああ、大丈夫さ。問題ないよ、レイ。どうしたんだい、レイ。そんなに僕のものすごく邪悪な力を感じるわ。あんた、本当に凛之助さん？おいおい、僕は僕だよ。おかしなことを言わないで。そうは思えないけどね。いけないな、レイ。あまり僕を怒らせない方がいい。僕がその気になったら、君なんてどうにでもできちゃうんだからね。凛之助さん、それ本気で言ってるの？なんなら試してみるか。君程度の力では話にならないと思うけどね。言ってくれるじゃない。それにしてもいい気分だ。今なら自分の望み何でも叶えられそうな気がする。そうなんだ。手始めに降臨堂を繁盛させてみようか。は？そんなことできるわけ。不可能な話ではないさ。幻想郷の人口を数倍に増やしてやればいい。それだけで降臨堂を必要とする者が相対的に増えるはずさ。目の色が変わったね。どうやら幻想郷の住人を複製するよりも前にやるべきことがあったよ。白麗の巫女、君は消えてもらわないとな。凛之助さんの様子が明らかにおかしい。何とかして正気に戻せないと。とはいえ、相手を説得するなんて私の趣味じゃないのよね。まずは凛之助さんを叩き伏せる。話はそれからよ。
ここは一時撤退よ。ほう。いくら不意をつかれたとはいえ、この私が負けるなんてね。あれは明らかに人知を超えた力だった。凛之助さんの身に一体何が起こっているの。まあ考えてもわからないし、とりあえず神社に帰りましょうか。Come on!
私の本気見せてあげるわ。いただきます。お主がいなかったら
我は溺れ死んでいた。あれ、あんたは、ん？お主は三つどやの巫女じゃないか。確か白霊レイムとか言ったな。私のことを知ってるんだ。我の名はもののめのふとだ。覚えておるだろ。悪いけど、退治した妖怪の名前なんていちいち覚えてないわ。な、我は仕返せんだぞ。妖怪なんかと一緒にするな。どうなんだこの反応。我をバカにしているだろ。我は仕返せんとはいえ仙人ぞ。敬うがよい。最近仙人を自称するやつがやたらと増えた気がするわね。まるで仙人のバーゲンセールだわ。なんだそのバーゲンというのは。バーゲンよバーゲン、大安売りってこと。なんと仙人が安売りされているとは。恐るべし幻想郷。いくら仙人がすごいと言っても数が多いと安っぽく見えるわよね。くぬぬぬぬぬ。で、あんたはこんなところで何してたの？ここは我の秘密の修行場でな。一流の仙人になるために人知れず鍛錬を積んでいたのだ。で、人知れず死にかけていた。面目ない。新しい風水の技を試していたらうっかり足元に大きな沼を作ってしまってな。で、うっかり沈みかけた、まったく。バカはこんなところで遊んでないでさっさと家に帰りなさいよ。我だって帰れるものなら帰りたいわ。何よ、帰れない理由でもあるわけ？その道場を追い出されてしまってな、帰ることができないのだ。そうなんだ。おお、我の話を聞いてくれるか？え？誰もそんなこと言ってな。我は司会戦だ。数いる仙人の中で最も位が低い。上に妖精になると別称されることもある。だから我は一流の仙人になるべく修行をすることにしたのだ。おっと、お主が考えているような普通の修行ではないぞ。食事中は不慣れな左手を使用し、椅子には 0.3 寸ほど尻を浮かせて座る。入浴中にも気を抜かず湯水の抵抗を利用し筋力を鍛えておる。まあ一見すると地味な修行だが、このような厳しい訓練を絶えず行うことで一流の仙人へと近づくことができるのだ。本当に地味ね。子供の頃にやった修行ごっこを思い出すわ。ところがあれは風呂場で修行をしていた時のことだった。その日は気分が乗っていてな。なんと新技のアイデアがひらめいたのだ。我は新たな力の目覚めを信じ大声で叫びながら力を込めた。するとどういうわけか大規模な竜巻が発生してな、道場の風呂場を跡形もなく破壊しようたのだ。破壊しよったのだじゃないでしょうか。冷めた湯を再び加熱し適温にできそうな気がしたのだがな、力が強すぎて竜巻になってしまうとは完全に予想外だったわ。全裸のまま外に吹き飛ばされて風を吹くかと思ったぞ。吹
かなかったのね。その後、風呂場の件でみんなと揉めてな、いたたまれなくなって家出してきたのだ。追い出されたって言ってなかったっけ？あれは、その、なんだ、言葉のあやだ。追い出されたわけじゃないなら、おとなしく帰ればいいじゃないの。我にもプライドがある。一流の仙人になるまで道場には帰れん。しかし、どうしたら一流の仙人になれるのか見当もつかなくてな。お主は顔が広そうだし、仙人の知り合いがおったら我に紹介してくれのか。いやよ、面倒だし。お主ならそう答えると思っていたぞ。無論、タダでとは言わん。はぁ？お主も知っての通り、我には風水の心得がある。応用次第では、人の運気を操ることも可能だ。その気になれば、健康運、恋愛運、金運など、あらゆる運気を向上させることができる。金運？我の望みを聞いてもらえるなら、この力をお主に貸してやろう。どうだ、白麗の巫女よ。悪い話ではないと思うが。ま、私は紹介するだけだしね。別にいっか。おお、助かるぞ。紹介するのはいいけどさ、お願いだから面倒だけは起こさないでよね。いらぬ火の粉を浴びるなんて絶対に嫌。うむ、任せておくがよい。さあ、天は急ぎだ。グズグズしてはならんぞ。なんだかろくなことにならない気がするわ。食らいなさい。
らいなさい。いただきます。いただきます。やっと帰ってこられた。それにしてもいい天気ね。さっきまでの雨が嘘みたい。うむ、気持ちがいいな。お腹も空いてきたし、一休みしよう。白霊の巫女ともあろう者が無断で神社を留守にするなんて感心しませんね。せめて戸締まりくらいはしっかりなさい。うわ、嫌な奴に見つかったわ。お説教なら後にしてよ。面倒に巻き込まれて疲れてるんだからさ。どういうことですか？降臨堂でね、いろいろとあったのよ。凛之助さんが玉を見せてくれないから無理やり触ろうとしたんだけど、触った瞬間ピカッと光って凛之助さんがおかしくなっちゃったの。おかしくなった凛之助さんをボコボコにしようとしたら、逆に私がボコボコにされて、手ぶらになった挙句息も絶え絶えでご帰還みたいな。何が何だかさっぱりわかりませんが、何らかの異変が起きたということと、あなたがボコボコにされて逃げ帰ってきたということはわかりました。もう少し情報が欲しいところですが、異変ということなら悠長にはしていられませんね。レン、あなたはすぐに異変調査の準備をしてください。私はその間にできるだけ情報を集めておきましょう。え？今から？今日はもう遅いし、明日から本気を出すってことで。またそんな人間のクズみたいなことを言って。人間のクズって？まったく仕方がありませんね。明日になったらちゃんと本気を出すんですよ。分かってるわよ。白霊の巫女に二言はないわ。レーヌ、レーヌ、なあ、むりゃー。起きなさい、レーム。もう朝ですよ。おはよう。
ゆっくり休めましたか？ほら、着替えです。それと、朝ごはんも用意しましたわ。今日から本気を出すんでしょ。いいから起きなさい。わかった、わかったわよ。まったく強引なんだかな。それでは早速ですが本題に入りましょう。今日の朝ごはんはおはぎか。いただきます。今回の件について私の方でもいろいろと調べてみました。ん、それで？あなたが言っていた通り大変なことになっているみたいですね。降臨堂があったと思われる場所には巨大な塔が立っています。私は降臨堂を見たことがありませんが、知っている人に聞いてみたところ、どっからどう見てもこれは降臨堂じゃないぜ。階層？いや、さすがの降臨もこんな趣味の悪い階層はしないだろ、とのことでした。何らかの異変が起きているのは間違いないでしょうね。あんたって何でも知ってそうだけど、降臨堂は見たことがなかったのね。さすがの私も何でも知りませんよ。知っていることだけです。あなたが思っているほど私は世俗に詳しくないんですよ。確かにそういうことには興味なさそうだしね。いえ、そんなことはありません。楽しそうなことや楽しそうな場所にはそれなりに興味があります。それで他に分かったことはないの？今のところ今回の異変との関係は不明ですが、塔の周りにだけ相当な量の雨が降り続いているみたいです。また地獄の奴らの仕業じゃないの？壁抜けの仙人を殺すために似たようなことをしてたじゃない。私もそう思って死神に確認してみましたが、どうやら違うみたいです。なんだか気味が悪いわね。それだけじゃありません。昨日を境に幻想郷の人口が大幅に増加しているようなんです。そういえば凛之助さんが言っていたわね。幻想郷の住人を複製するとかなんとか。複製、なるほど。同じ顔をした住人が何人もいたのはそういう理由からでしたか。話しかけてみたところ問答無用で襲いかかってきたので、おかしいとは思っていたんですよ。昨日は疲れていて気にも留めなかったけど、帰り道で襲いかかってきた連中も複製された住人だったのかもしれないわね。思わず全力で撃退してしまったので、その後それぞれの自宅へ謝罪しに行ったのですが、誰のところへ行っても口を揃えて全く心当たりがないと言うんですよ。本人たちの体にも特に異常はないようでしたし、まさに狐につままれたような気分でした。知らない間に自分のそっくりさんが暴れているなんて迷惑な話ね。苦戦隊は話しかけても返事をせず、いきなり襲いかかってくるようです。見分けることはさほど難しくないでしょう。確かに昨日襲いかかってきた連中もそんな感じだったわ。それと不幸中の幸いと言っていいのでしょうか。人里方面に九段の複
生体は出現していませんでした。今はまだってことでしょ。これ以上被害が拡大する前に何とかしないとね。はい。それと、まだあるの？幻想郷全土で謎の地殻変動が頻発しているようです。私も何度かこの辺りを探索してみましたが、その度に地形が変化していました。今までの土地勘は全くと言っていいほど当てになりません。注意した方がいいでしょう。異変が解決するまで神社に引きこもっていたい気分だわ。何を言っているのです。自分の本業を忘れたのですか。いや、私の本業は白龍神社の巫女であって異変解決屋じゃないんだけど。あら、そうなのですか。私はてっきり。そんなことより、分かったことはこれで全部なの。いえ、最後に一つ。私は情報を集めるために幻想郷のあらゆる場所を回ってきたわけですが、行く先々で様々な道具が落ちているのを見つけました。おそらくは幻想郷の住人たちと同じく複製された道具だったのだと思います。なんでそう思うの。誰かの落とし物かもしれないじゃない。最初は私もそう思いましたが、私の持ち物やこの世に一つしか存在しないはずの道具も大量に落ちていましたからね。複製されたとしか考えられないわけか。ちなみにあなたがさっき食べたおはぎも外で拾ってきたものですよ。え？冗談です。あれはちゃんと人里で買ってきたものですから安心してください。朝っぱらから笑えない冗談はやめてよね。では話を戻しましょう。降臨堂のあった場所に出現した塔と塔の周りにだけ降り続けている雨、そして幻想郷の住人や道具の複製体と幻想郷全土で起きている謎の地殻変動、解決しなければならない問題が山積みだということがよくわかったわ。それがすべて凛之助さんの手によって引き起こされたということもね。正直降臨堂の店主にそのような真似ができるとは思えないのですが、今の凛之助さんは普通じゃないわ。まるで何かに操られているみたいだった。強さも尋常じゃなかったし、何ができても不思議じゃないわ。確かにそれは気になりますね。今なら自分の望みを何でも叶えられそうとか言っていたけど、今起きている異変がその望みってやつなのかしら。そう判断したいところですが、今のままでは情報が少なすぎます。まずは例の塔を調査してみる必要があるでしょうね。はあ、やっぱりそうなるわよね。大丈夫、案ずるより無が安しですよ。人事だと思って気楽に言ってくれるわよね。期待していますよ。あんたは手を貸してくれないの？私は他にも調べたいことがあるので別行動をとります。レームはいつも通り短期無双するといいわ。なんか丸投げされた気がするわね。その代わりといってはなんですが、神社の境内に道場を設けておきましたよ。神社の境内っていつの間に。動物たちが一晩でやってくれました。
異変調査に役立つテクニックを学んだり、厳しい訓練によって己の腕を磨くこともできますよ。検討しておきます。ではそろそろ行きましょうか。はーい。おい、ちょっと待て。お主、我のことを完全に忘れているだろう。うわっ、もしかして昨日からずっとここに？ああ、いや、ちゃんと覚えてたわよ。覚えていたくせに翌日まで放置とは、この人でなしめ！甘い！ほい！その程度の覚悟で一流の仙人に修行してもらおうなんて。考えが甘すぎる。本当にやる気があるのなら、何日でも何年でもここで石のように待ち続けなさい。それも修行であり、一流の仙人になるためには必要なことよ。確かに。お主に言われるまでそんなことにも気づかんとは。こんなことだから過当な仙人のままなのだ。うんうん、分かればいいのよ。あら、レイム、あなたはいつから人にお説教ができるほど偉くなったのですか？うっ、お主は？はじめまして。私は仙人の茨香仙というものです。あなたは？これはこれは、挨拶が遅くなりました。我は物の部の布団、1400年の時を経て現世に復活した司会仙です。なるほど、あなたも仙人なのですね。しかし我はまだまだ半人前なのです。一流の仙人になるためにこの神社を訪れました。私もまだまだ修行中の身です。他人を指導できるような立場ではありません。いや、これまでの物腰や言動、そしてただならぬ気、あなたはきっと一流の仙人に違いない。いえ、決してそのようなことは。少なくとも我よりは立派な仙人様だ。この哀れな司会仙を導いてほしい。こんな風にお願いされたら断るのも気が引けますね。それでは、まずは小手調べです。あなたの実力を見極めさせてもらいます。霊夢と協力して今起きている異変を解決してきてください。ちょっと待った、私はこんな奴と協力する気はないわよ。どうせ足を引っ張るに決まってるし。ですが、彼女と行動することはあなたのためにもなると思いますよ。そうは思えないけどね。ほら、情けは人のためならずって言うじゃありませんか。このような行いもやがては良い報いとなって自身に戻ってくるはずです。なんだかすごく面倒なことを押し付けられている気がするんだけど。うはは、がっぽり。仕方がないわね。そこまで言うならあんたと協力してあげるわよ。白霊の巫女、器の大きさが違うな。共
モニー編を解決しようではないか。たく、邪魔だけはしないでよね。おっと、そうだ。しばらく厄介になるのだから、宿代としてお主にこれを貸してやろう。宿代？金目のもの？どうしてすぐそういう発想になるのだ。金目のものではないが、なかなか役に立つものだぞ。同じ種類の材料を組み合わせることで、その材料を強化することができる大発明。その名も、かわしろ。あれ？かわしろ、かわしろ、せいせい装置？略して、ミトフュージョン。なんと素っ気ない反応だ。だって、金目のものじゃないし。何よこれ、泥が詰まっててボタンが押せないじゃない。なんだと？そんなはずは。もう本当だな。昨日沼で溺れた時に泥水で壊れてしまったのかもしれん。あんたもそいつもポンコツなのね。さあ存分に役立てるがよい。壊れているのにどうやって使えっていうのよ。言っておくが、貸してやるだけだからな。間違っても売ったり捨てたりするでないぞ。はいはい、使えもしない大層なガラクタをどうもありがとうございました。あら、あんたは確か、はじめまして。私は、キエダ家九代目当主、キエダのアキュウと申します。どうぞ、よろしくお願いします。なんてね。ひどいじゃないですか、レイムさん。私のこと忘れちゃったんですか？そんなわけないじゃない。やだわ。いいですよ、もう。で、今日はどうしたのよ。レイムさんはこれから異変の調査をしに行くんですよね。こんな私でも何かの役に立てるんじゃないかと思って。どこで聞いたのか知らないけど、耳が早いわね。昨日人里で情報収集をしていた河川さんに偶然お会いしたんです。その時に大体の事情はお聞きしました。ぜひお手伝いさせてください。そんなこと言って本当は幻想郷演技に異変の行く末を記録したいだけでしょ？もちろん、それもあります。ですが、今回は異変そのものではなく、レイムさんに関する出来事を中心に記録していくつもりです。いろいろとお役に立てると思いますよ。調査状況を振り返りたいときには便利かもしれないわね。記録が見たいときは、私に声をかけて幻想郷演技を確認してみてください。素敵でスリリングな記録が残るよう応援してますね。そこは普通に異変調査を応援しなさいよ。
それはそうと、レイヌさん、あなたに一つお願いしたいことがあるのですが。何よ。レイヌさんも知っての通り、今回の異変では幻想郷の住人が複製され敵となっています。しかし現時点では情報が少なく、それらに対処するのはとても困難です。そこでレイヌさんにはこの幻想郷演技外伝に複製体を含んだ敵の詳細な情報を記録してほしいのです。私が記録するの？言っておくけどね、敵と戦ってる最中にそんな余裕なんてないわよ。それに関しては心配いりません。その幻想郷演技外伝は所有者の経験を読み取る特別性、つまり倒した敵の情報が勝手に記録されていくんです。これは敵の情報に限った話ではありません。ボナ、地形、アイテム、そして実際に足を踏み入れた場所の情報なんかも記録されます。本当ならば私が自ら情報を集めたいところですが、残念ながら私は非力な人間です。レイムさんのようにはいかないでしょう。そういうことなら、まあ。では、執筆はお任せしましたよ、白蓮先生。やだわ、先生なんて。いいわ、幻想郷演技外伝のことは私に任せなさい。はい、よろしくお願いします。
どれに着替えますか？
それで。What?